はい、レオンです。今回もね、BOCW ニュークジャック24分の7のドミネーション。全員のなってますね。初期やったらまず重要なんで、取らない人もいるんだけどね、俺一人だけで取るっていうパターンもあるんだけど、みんなビートしちゃって、今回も引き続きこのイリアマンナのこのクラスで頑張ってみたいと思います。あ、危ない。ピョン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 跳ねてたな。はぁ、やっかる。スナイパーライフルの武器レベルでやってましたね。はい、いけ。あのクソ女め、よくもやったな。やったね。イモってますよ、多分。無駄無駄無駄。スチールいけねえかな。あ、あーあー、スチールちょっとダメでした。モロトフ必須だよ。トロフィーシステムやってね、リモッキューよ。あ、伏せ撃ちしてってるわ、俺にキルバンバンされてるから。レベルアップ。伏せ撃ちのしてる場合はね、相手が今みたいにこうやって下に標準向けてさ、多分死ぬ場合もあるんだけどね、こうやってやればいいんですよ。もうめっちゃやってるから、スカブレン敵が伏せ撃ち、さっき敵も相模でやってたんだけど、俺みたいに俺にキルされてるから伏せ撃ちに変更してたんですけど、伏せ撃ちしてたらね、こうやってこうやったら間に合うんでしょ。だから最初から照準を下に下げるんですよ。で、これ下も伏せ撃ち、あー、やられた。まあまあ悪くはない、スナイパー対決よ。敵はメックを向きになってるよ。伏せ撃ちやってるわと思うからね。あ、やってねえな。やってるでしょ、もう最初から照準下げればいいんだよ。トロピカル、あー、よかった、味方が強いから。モロトフを投げる。多分向きになってると思うよ、あいつ。おお、もうケアパケいけるか。これここにやっとくか。セントリーターレットを設置する。あ、後半出すかな、ケアパケは。あの初期アタ取ってる時に、ダメだ、あれモヒカンぶっ殺すだろ。ってふざけんなよ、燃えてるだろ。あ、あ、びっくりした。セントリーもいいか、もったいねえな。よし、調子乗んなよ。伏せ撃ちしてるぞ、多分ね。あ、これ燃やしとくか。今回のドミネーションいいな。いや、面白いわ。キルが決まってるから。トロフィーももう使わない今。ブラボー確保開始。ハーフタイム。ちょっとキルが止まったね。これ敵だろ。あ、うち、あ、俺だ。やったぜ。最初の方ですね、これね。4連続ぐらいやったのか。スチールやったかな。いいっすね。スナイパーレフルで
ベストプレイあまりない。初めてじゃないかな。やったことあるかな、覚えてないけど。ケアパケ、ゴー。さっきね、ニュークターンのドミネーション、ハードポイントやったんだけど、ケアパケ2回出したんだけど、ケアパケ2回から2回ともめったに出ない、ハープが2回出たんですよ。セントリー2個ありますね。バッチリよ。あー、壊せたかな。セントリーも破壊、ぶっ壊したこいつ。よくも壊したな、こいつ。これも使うんで、ネイルガンも。ちょっとセントリー置こうかな、待ってよ。敵の RCXD を検知した。うん、ここにいるね。あらら、キルができねえな。あ、逃げられた。チャーリーを失うぞ。燃えろ。死なねえか。敵に圧倒されている。攻勢に転じろ。上空に敵のカウンター偵察機。今のリスプはあんま良くないんだよな。C を確保開始。向こうから多分来ると思うから。よし。セントリーやるか。また上。ああ、ダメだな。よし。ああ、タイミング悪いよ、本当に。あ、敵かこれ。ああ、やったのか。ここ中にいないか。はあ、セントリーだなこれ。モルトフよ。モルトフを投げる。よし。ああ、セントリー壊しちゃったのか。だいぶ負けてんな。モルトフを投げる。めっちゃやりにくい。めっちゃ強くない、こいつら。上でやろうかな、もう。よし、レベル上がったな。51に。よし。あ、ダメだこれ。こいつはめっちゃ強いな。ああ。このリスポン嫌なんだよ俺。負けてるじゃないか。こいつ強いだろ、3人40球以上やってるぜ。うん。はい、以上にしたいと思います。今回ね、ニュークジャック20分の7のドミネーション。で遊んでみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。
楽しかったですよ。クラスも紹介しないんでね、ここで切るんでね。